じゃあ先生お願いします。あ、大丈夫です大丈夫です。あの寒い国のラーゲリで父は死んだというやつのご紹介をして、はい、で、本のご紹介するのが前回の目的 で、はい、で動画を撮ったら、はい、この資料をもっとしっかり見てみたいということで、はい、この資料を、ゆっくり見ようというのが目的。はい、で、まあ、今撮ってるんですけども、はいはい、ギャラリーがこんなに集まって、はいはい、あの先生の資料に興味津々ということで、はい、ちょっとあの順番に資料を見せていただけますか。お願いします。お願いします。はい、まずどれからいきましょうか。まあ、これが一番主要なので、はい、でこれがここにある一冊をもう一回説明して、はい、これは、壁新聞、はい、壁新聞これですね。ちょっと広げるのはやめときますけれども、1945年に終戦があって、はい、それでシベリア抑留があって、はい、お亡くなりになったのが1954年、45歳の時にお亡くなりになったんですけれども、はい、まあ、大体54年ですか、8年9年ぐらいですね、はいはい、その中で書かれた時の新聞、はいはい、その時代の、はい、でこれについて詳しくお話しいただきます、はいはい、今これ、まあ、あの少し広げてもいいんじゃないかと思うんですけども、はい、あの実はこういったものが私の手元にありまして、はい、でこれはどういうことかというと、あの父があの収容所にいるときに、はい、まあ、あの文化部の関係で、はい、あの壁新聞を作ってたんですよね、はい、でこれはあの広げるとこのまあ4倍ぐらいになるんですけども、はいはい、でこれはあの父はあの向こうの収容所の仲間の人たちにですね、はい、あのソ連のいろんな新聞の情報を集めて、うんうん、そして、まあ、特に日本に関係あるようなところですね、はいはい、皆さんあのいつ日本に帰れるかってことは非常に気になってるんで、はいはい、まあ、それと関わりありそうなものを、まあ、市があの定期的に集めて、そして、まあ、あの手書きでこういうふうにあの書いたものなんですけどですね、この、 あの読むのもロシア語もちろんできたわけですけども、はいはい、新聞を読んで関係のありそうな、はい、いつ帰れるのかなっていうのに関係ありそうな情報を見つくろって、はい、これ書くのも両力いきますね、はい、結構そうですよね、うん、まあ、こんな大きなものですね、うん、そのまま直にこう書いて、はい、わけですから、で、まあ、これがあの私が手元に持っているのはですね、はい、普通はこんなものは向こうにある壁新聞で、はい、なかなか日本では手に入らないはずなんですけど、はいはい、あのこれはどういうことかというと、あのまだ一冊を申しますと、はい、あの父が死んだわけなんですけども、ね、それまで、まあ、私たちいつ帰るかいつ帰るかずっとあの毎年待ってたんですけども、急にあの父が死んだことが分かりましてですね、うんうん、でその時に、まあ、母があの向こうの収容所にですね、あの嘆願書を書いたんですよね、うんうんうん、でこれはあの本当に父が残念ながら死んでしまったけれども、うん、まあ、家族としては少しでもあの父が残した遺品があれば、はい、それをあの店であの送ってもらいたいと思います、はい、でこれがあの母の書いた手紙なんですけども、あーはー、あの、それは日本語でロシアに送った、送ったのは、はいはい、あの日本の赤十字社がですね、はい、仲介してくれまして、はあはあ、そこからまあ翻訳して、うん、向こうの赤十字社にあの渡して、はい、それからあのハバロスクの収容所所長に、はい、まあ、送ったはずなんですが、はいはいはい、まあ、あのここに非常に長い手紙をですね、今読み返してびっくりしたんですけど、ね、うん、あの書いてですね、うん、でこんこうなんかいかに我々があの悲しく思ってるか、うん、そして、まあ、あの死 の、 この少しでも遺品をですね、うん、あの何て言いますか、目にしたいっていうかですね、うん、ということを切々と書いてるんですよね、うん、でこの手紙はですね、実はこの手紙を書いた頃は母はあの子供4人を育ててですね、はい、まあ、あの大宮ろう学校に通ってですね、はい、そして毎日通って帰ってから家事の仕事をして、はい、片付けてからあの、まあ、夜な手紙を書くわけなんですけどもね、はい、うん、もうその時に母はもう疲れきてですね、うん、本当にあの手紙が書けない状態っていうかね、うん、すぐにこうなんていうかあの
耳かがしてですね、字が乱れるとかですね、まあ、そういったことは私も覚えてますけどね、その中で頑張ってね、書いたんですよね。そしてまあ、あの実になんか立派な文章といいますかですね、もう書いて、まあ、それがあの向こうの収容所長 の, その、まあ、心に動かしてですね、非常に例外的なんですけども、あの当時のこういったあの壁新聞をですね、送り返して送ってくれたんですよね。まあ、そのなんて言いますか、あの記録があってですね、あのですから非常に珍しいことなんですけども、だからそのこの疲れてるのに女で一つで学校の先生しながら子供4人養って、それで疲れて帰ってきてこんな長い手紙書いたの、お母様も偉いけれども、その思いを受け止めて心を動かしてちゃんと送ってきてくれたことも向こうも偉いと。でこれがだからめちゃくちゃ珍しいっていうことなんですよね。こんなことはなんかこうなんか触りになるから余計なことしない方がいいかもしれないのに、わざわざ向こうが送ってきてくれたっていう、まあそういうことですね。で、これがあのまた壁新聞で非常にあの、大きなもので、またあの読みづらいんですけどですね、これをもうあの、文字起こししてくれたんだ、誰、ね、学芸員のさん、あの新宿にあの、平和記念資料展示館っていうですね、あのところがありまして、あのそこ の, あの学園の方々、ね、山口さんの方々ですね、前からあの我々のことに関心を持ってくださったんですけど、それがあの最近本当は私がすべきなんですけども、とても大変できなかったけども、その、ま、文字をしているカペシの内容がですね、なんか言いますけどもですね、アメリカ の, あの総選挙の結果とか、あるいはあの国連での、ね、いろんなあの国 の,、ね、あの様子とかですね、あのまあ、そういったことをですね、あの書いてる号なんですがですね、それがここにあの文字起こしされてですね、まあ、あの内容も出てきますが、まあ、直接ですから日本と関係ないことは少ないんですけどですね、まあ、こういったものだから毎回父は書いて、皆さんに読んでもらったということじゃないかと思います。書いたのは、だから54年までですよね。でそれを送り返してもらったのはいつ頃なんでしょうかね。そうですね、父が死んだのが分かったのはですね、やっぱり、55年か56年頃ですね、次かその次、そこからまああの嘆願書書いて、嘆願書にこれが、日付があればいいんですが、日付はどうなのかな、一番最後のページに、ああ時間は書いてないです。まああの父が死んでから 2年ぐらいしてからですね、あの送り出してきたんですよね。いわば冷戦の時ですよね。55、6、7っていうと、その中で、日本とソ連とのですね、あの関係が少しずつなんて言いますか、修復されて、日ソなんとかあの会議があったりしましたから、まあ、そういった流れの中で、あのこういった動きがあってですね、あの書いていたんじゃないかと思いますけど、なるほど、あ時代的にも良かったという、あの例えばどんなこと書いてるんですか、この壁新聞は文字起こしして。最初はですね、アメリカ の, あの選挙の結果で、アメリカの選挙の結果、あの共和党が勝ったとかですね、それからあって、それからあの国連でですね、何が問題になっているかっていうかですね、どういういろんな国が国連にどうやって参加するかってことですね。日本はまだその時には参加してないんですがですね、あのその動きとかですね、で、まあ、日本が国連に入るとやっぱりいろんなことが、なるほど、しやすくなりますからですね、そういう関心があったと思いますよね。もう一つは朝鮮戦争の頃だった、やっぱりあのアメリカがあの空爆をしてですね、いかにあの、まあ、あの朝鮮の人たちが被害を受けたかと、ね、なるほど、これは、まあ、ソ連側からのね、あの情報から取ってるんですよ、まあ、そういったこともここに書かれてあります。で、まあ、国際情勢の動きを見て、まあ、なんとなく、あの自分が今置かれている立場がどうなるのかなっていうのをいろいろ考えるような情報を壁新聞にしたと、らしいですね。なるほど、じゃあ次は次の資料をちょっと見せてください。
それはあのカフェジンと一緒にですね、はい、やっぱり父の偉人で送り返していただいたのはこちら、はい、あのいろんなあの、はい、絵なんですがですね、はい、あのでこれもやっぱりあの壁新聞にですね、まあ、壁新聞がどういう形であの作られたのかよくわかんないんですが、ねうんうんまあ、今のはベタっとこんなニュースを、ね、こんな畳一枚みたいな、はい、なんですよね、あのそれとは別にやっぱり、うん、あのいろんなねあの小説とか読み物というかですね、うん、それがあの連載されて、うんうん、そこにあの地があの写生を書いてるんですよ、はあはあ、でそれもやっぱりまとめて送られてきましてですね、うんあのまああの随分あのもう一つあったかな、いろんな絵がある、例えば、ね、こういう絵とかですね、ほうほうみずみずしい女性の絵とかですね、うん、あるいはさらに、こんな絵とかですね、ほうほうあの女性のこの裸のあれだからあの、ええ収容所は男性しかいないから、ちょっとセクシーなの書いて喜ばせようとしたんじゃないですか。父はそんなことにしたのかなとかね、ちょっと思いますけどね、あのちょっとあのびっくりしましたね。それからあのもう一つはですね、あのこれは父と私の関係なんですけれども、はい、まあ、あの父はあの収容所内ではですね、非常にあの人々なんかあの和を重んじてですね、うん、皆さんをあの励ましたりしながらですね、うんうん、あのユーモアのセンスを持ってですね、うん、明るく明るく振る舞ってたらしいんですけれども、うんまあ、私自身は父と別れたのは私が小学校3年の時ですかね、うん、あの10歳の時なんですけど、ね、10歳、はい、それまでの父はですね、つまりあの戦中の満州時代の父はですね、非常にあの私からすればですね、うん、あのおっかないっていうかですね、はい、あるいは不機嫌なっていうかですね、うん、父でですね、あの私たちはもう煙たくて死じゃなかったんですよね、うん、あのですから私はあの非常に死に懐かずにって言いますか、長い間死に対してあの非常にあのむしろあの嫌な感じって言いますかですね、うんうん、あの困った人だと思ったんですがですね、うん、ただあのこの死のこの撮影が栄誉が送られてきてですね、なるほど、そしてですね、あのまあ、この絵を見ながらですね、うん、特にあのここにあの肺炎の刺繍というのがありますとですね、はい、やっぱり肺炎の刺繍を誰かが翻訳者に対し詩や写真を書いてるんですが、ね、はい、この刺繍とかですね、あるいはあのここにありますけれども、ツルゲーネフの両人日記の写真があってですね、はい、あのこういったあの枯れの書といいますかですね、ロシアのこういった枯れの風景を書いてますけど、ね、はい、この絵とこの絵はですね、私はちょうどあの高校時代の私と言いますかですね、うん、その頃まあこれがあの手にしたんですけどね、うん、この絵を見てですね、あの父のやっぱりなんていうか、ガミ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 に踊っていた父と違ったですね、みずみずしい感性と言いますかですね、うん、あのそれに対してですね、非常に心を打たれましてですね、うん、それであの私自身父に対してですね、うん、認識をあの新たにしたっていうかですね、うん、こんなあのみずみずしい絵を描く人か、うん、さっきの女性の図にしてもですね、うん、あのそういった収容所の中の生活でですね、うん、まあ、あの一生懸命こういったみずみずしい絵を描いたっていうことがあってですね、それでまあ私個人としては父親に対する認識を改めてっていうかですね、うん、父親を見直すきっかけになったのが、うん、まあ、こういったような画集なんですよね。なるほど。じゃあ小学校3年生までは怒るばっかりして怖くて嫌なパパだったのが、で収容所内ではみんなを楽しませたり、こういう絵を描いてたり、まあ人間的なことがあって、これが送られてきたことによって見直した、考えが変わった、見方が変わったということですね。はい、まあ、ですからまあこういったこれはだから中で収容所内で小説やなんかをなんか訳してみんなが読み物にしてたの挿絵を描いてたと。でも多彩ですね、その絵も描けて、あの文章も描けて、俳句もできて、そうですね、非常に多彩な人なんですよね。あのまあそういった意味であの非常に今私としてはあの貴重なものですが、はいはい、こういったものには接することができたのもですね、うんうん、やっぱりありがたいこと。あ、高校ぐらい、先生が高校ぐらいの時送られてきた、これが。はあ、はあははあ、高校
からもうちょっと後ですかね。あ、大学の時に。1年か2年だったんですね。あ、はい、次は。それでですね、はい、まあ、あの、で父がそのどうしているかってことはですね、うん、まあ、あのハバロフスクで折半の刑を受けて、うん、あの収容生活を送ったんですけどですね、うん、まあ、それに対してですね、あの関して、あのここに不良郵便って書いてますけれども、うん、あの不良郵便、ええ、はい、でこれはあの実はあの報復ハガキがね、向こうから送られるんですよね。ああ、向こうからこっちへ来て、ね、はい、これが本当に2枚続き で, 2枚続きで、うん、あのこれはあの向こうから来たのを、はい、今度はあの半分に切っ て, 半分に切って返信を送るっていうか、はあ、はあ、こう、はあ、はあ、そういったことがあのしばらく続いて、これは最初にしたのはですね、そうです、まああの私は高校2年ぐらいの時かな、だから2年間ぐらいですね、あの千葉市まで、あのこれは1952年ぐらいからですね、うんうん、51年か52年ですよね、はい、でまあその それ以降ですね、月に1回ぐらいですね、あの郵便が送られてきてですね、そしてまあこっちからもまあ、あの状況をあのいろいろこまごまとこちらの状況を書き送るんですけどね、向こうからはですね、個人的な自分に関するですね、うん、情報はですね、手紙には書けないんですよね。あ、へえ。今どこにどうしてるかってことはですね、うん、あの向こうからのハガキにはですね、うん、あの具体的に書けないんですよね。なるほど。ただまあ元気にしているっていうふうなことが毎回毎回書いてあってですね、うんうん、しかもまあ、 あの実は元気じゃなくて、うん、あのこの手紙の後半ぐらいからですね、はい、父がの病気になってですね、うん、あの随分あの苦労したんですけどね、はい、でちらっとその画商中、画商っていうのは眠あの伏せて毒に伏せてというかですね、はいはい、画商中に受けたったんで、あのこのあこっちから写真を送ったんですよね、はい、向けら送れてですね、はい、でそのだからこれは私が高校2年ぐらいの時でしょうかね、はい、あのこっちから写真を送ったんですけど、はい、高校2年の時写真を送った、それに対するあの父のからあの手紙があってですね、はいはい、あのついたついた、あの小包みがついたっていうような手紙が ありましてですね、そしてまあ子供たち あの元気な姿を見てですね、どんなに嬉しかったかって、うんうん、ただそんな後半にですね、ただ合唱中にもらったせいか本当にますます嬉しかったっていう合唱中ってことがあったんですよね。なるほど。それでまああの実はどんな病気でどうやったかって詳しい状況はあの向こうで書くことできないけども、うん、ただ合唱中という言葉だけは、うん、あの使ってですね、うん、まあ、それであの母や祖母はですね、うん、その合唱中という言葉を読んでですね、非常になんか心配しましたしね、うん、やっぱりあの病気死んじゃないかなっていうふうなことだったんですけども、うん、それ以来ですね、向こうから来る手紙ごとにですね、うん、病気がだんだん良くなっているから安心してくれるとかですね、まあ、そういったことばっかり書いてるんですよね。ただ安心できないうちに、うん、とうとうあの実はあの父はあの喉頭がん、喉をやられましてですね、うん、それであの痛くて、うん、声が出なくなって、うん、喉が腫れてっていうような感じで、うん、そしてまああの1950年の8月25日にあのとうとうあの死んでしまうんですけどですね、はい、まあ、それまでにあの何ていうんですか、少しずつこの 手紙 の, あの来る回数があの減ってきてる、ね、感覚が減ってきて、ね、うんうん、どうしてるのかって、ね、うん、こっちがね、うん、あの思ってる時にですね、うん、あのなかなか手紙が届かないと、うん、しかもちょうどその頃私があの大学受験の頃ですね、うん、あの高校だから3年の終わりに受験するわけですけども、うん、まあ、それに対するあの父親からもですね、あの大学受験にあの大変だけど頑張ってくれとかですね、うん、あるいはあの受験に際しては受験番を気にするのを忘れなとかですね、字は非常にきれいに書けとかですね、非常に取り越しするみたいなね、あのはがきが来たんですよね、うん、ところがまあ、 あのそのうちだんだんあの手紙が来る感覚が少なくなってですね、はい、でこっちもまあ3月受かったんでですね、はい、すぐに知らせたいと知らせいやと思ったんですけども、うん、なかなか向こうからのハガキが来ない、これが来ないと送れられないんですね、うん、
それで結局4月か5月になってですね、うん、やっとまあ、大学に受かったってことをね、うん、送ったんですけどね、うん、それはまあ父親の死ぬ前に届いたか届かないかっていうのはね、あら2つ説があってですね、うん、ちゃんと届いたっていうふうな言う方を言う人もいるし、うん、兄は届かずに心配しながら死んでしまったっていう言う方はいますけどね、はあ、これちょっと今でも謎なんですよね。あら、そんなドラマがあったんですね。あ、じゃあこれ往復はがき、不良郵便いうのは往復はがきだから向こうが届かないとこっちから出せないと。で月1回ぐらいこれを往復してたと。で、まあ軍事機密かなんかだから、こっちのはどこにいますよとか、どういう状態とか詳しく書けないけれども、がしてたっていう状況で、なんとなく病気なんだよっていうのをほのめかしてて、お母さんや、おばあさんはそれを読み取っていたという。でだんだんこうやって、で、大学に受かったよっていう吉報は届いたかどうかは謎なんですね。もう少し早く送ればよかったんです。送られたらよかったんですけどね。でもこのやり取りがこう残ってるじゃないですか、これで、これ今見返してどうですか。そうですね、まあ、向こうから来る手紙はですね、そういうふうに具体的な情報は何もなくですね、ただ、まあ、健康に注意するようにとかですね、試験に差し落ち着いて受験番号を書くのを忘れなとかですね、まあ、そういったことだけなんですがね、まあ、こっちからはねやっぱりごちゃごちゃ書いてますけどですね、まあまあ、だからこっちがどうしていることは、いや、父も分かってたんですね。分かってた、はいはい。それでまあもう少し父がですね元気であれば、もっと早く治療を受ければですね、死も枯れたかもしれないし、病気も回ったかもしれないけれども、うん、結局昭和29年1954年に8月に父が死んで、8月25日、その翌々の31年になったらですね、向こうの収容所にいた人たちはですね、みんな会社でですね、全日本に帰ってくるんですよね、ですからあと2年ですね、なんとか頑張ればですね、日本に帰れたんだけれども、それはできないまま、結局敗戦後ですね、9年間向こうにいてですね、そして日本に帰ることを本当に望みながらですね、ついに虚しく、まあ、死んでしまったっていうふうなことがあってですね、まあ、考えると非常に気の毒なっていうか残念なことですよね。ポツダム宣言から見ても、まあ、違法性が高いというか、非人道的であることは確かなんですよね。囚人をね、すぐ貸さなきゃならないのですね、向こうはやっぱり労働力をね、が欲しいもんだから、捕虜をみんな労働に使ってですね、そして日本に返さなかったっていうですね、大きな背景があるわけですからね。はい、じゃあ次の資料をちょっと拝見しましょう。あとですね、不良郵便。あとはちょっと話がまた少し飛ぶけども、ね、あ、これかな。まあ、父の死よっていうのはですね、なかなかどういうやら父の郷里にですね、父の少年時代の、まあ、書いたもの、手紙とかですね、あるいはテストとかですね、そういったもの残っててですね、テストはオール5ですか。いや、それはね、全員全優ですか。成績表って書いてあるけどね、なんかこれは成績表時代じゃなくてですね、いろんなメモ帳みたいな、みたいなですね、まあ、もちろん これ丸がたついてるけど、ノートですね、それは。これは。それから、なんでしょうね。ただ、これが小学校5年生のものなんですけどね、書いたものなんですかね。まあ、こうやって見るとですね、非常にしっかりした字を書いてるんですけど、小学生に見えないようなですね。郷里は どちらなんですか。島根県の、ね、島根県沖ノ 島、はい、でまあ、そこで少年時代を過ごして、それから
うわこの字もはっきりしてます ね、こういったのがね、よくまあ、書けたもんだけど、これはここに書いてますがですね、第三大和旗とありますからですね、もしかしたら少年、小学校の3年かもしれないけどね、3年にしては、こうって書いてますがですね、これ習字なんですがですね、まあ、この字はね、小学生とは思えないような、あるいは書き取りなんかもね、100点とかですね、だからまあ、非常に小さい時からですね、まあ、才能豊かな、ね、はい、人間だったっていうかですね、さっきの壁部分にしても、本当にスラスラスラっとね、なんか間違いなく、少女、尋常小学校ですか、やっぱり 小学生です。そうですね、その時にまあ小学生が書いたとは思えない字。尋常小学校3年。あ、尋常小学校は今の小学校じゃない。まあでもまあ、学年的には同じですよね。学年的には同じ。はい。そちらは。これも父が書いた手紙なんかが残ってるんですけどね。はい。父がその父の父にあげた手紙とかですね、おじいちゃんがトールさん。そうですね、この間なんかトールっていうのは私のいとこだって言いましたけども、あれ間違いで、おじいさんもトールだし、はい、こちらのいるのがまたトールで、私のいとこなんですがですね、はい、おじいちゃんの名前をまたもらって、私のいとこがつけてあるまあ、こういったのをまた時々広げてみるとですね、非常にまあ惜しい人がね、亡くなったって感じがするんですけども、仕方がないですよね、亡くなったものは。でもよくこう1908年、4年生まれ、9年生まれ、8年生まれ、1908年生まれだから、そんなのやつが100年以上前のものがよく残ってましたね。そうですね、たまたまですけどね、まあ、死亡通知表、ソ連内、これはまあ、死亡通知表がまあ来たっていうことなんですけどね、はい、これ映画でも出てたから、ね、これ死亡通知書が、お母さんのところに、ね、家に届いたんですね。そうですね、福岡県の地っていうか、本籍が福岡県の北九州市にあったわけなんで、はい、そこからまあ届いたわけですね。死亡告知書、昭和29年8月25日、ソ連ハバロフスク市第21収容所外科病棟において占病死って書いてますよ。占病死したので、所属部隊関東軍通信情報部、死亡事由栄養失調症兼高等が、栄養失調、昭和30年福岡県知事、留守担当者、妻、もじみ殿、埼玉県大宮市、死亡通知書、五条だったんですね、本当はね、実際に異常として取られて、敗戦の時も一等兵か、せいぜい上等兵だったからね、まあ、こういった死亡した時にはですね、やっぱり位が少し上がって、はい、それによってやっぱり年金も変わってきますから、まあ、上げてもらったんでしょうね。あ、なるほど、
あ、そっか、女で一つでって言ったけど、一応もじみさんには、その死亡年金も入ってる、一応、はい、月700円じゃなかったかな。はい、まあそんなもんです。そんなもん、俳句もありますよ、俳句も。そうですね、俳句で、まあ、父は俳句が好きでですね、今、まあ、まだ兵隊に捕らえる前、大連時代もですね、自分のうちに友達やあるいは家族を呼んでですね、お前は参加しろなんて言いながらですね、人を集めては句会みたいなものをですね、してたんですけどもですね、まあ、それが修行しにおいてもやっぱりそれをまあ実践してですね、しかもまあ修行所では最初のうちは日本人が集まって何かするってことをですね、はい、それが非常に嫌ってるからですね、はい、公にはできないから、はい、こっそりなんていうかな、人目を忍んでですね、俳句の会を作ったりしてたんですよね。でもそのうちに向こうの情勢も少し変わって、日本人の文化活動も修行所が認めるようになってですね、そしてまあ父もだからそういったカフェシウムを作ったりするわけですから、まあ、その時にはアムール会っていう会を作ってですね、そしてまあ大勢の人を集めてみんなが俳句をすると、まあ、月に週に1回か月に1回か週に1回かな集まってですね、でみんなの作った俳句をですね、お互いに読み比べて、そしてみんなの投票で誰がいいどれがいい俳句か天地人を詰めるとかですね、まあ、そんなことをしてたんですがですね、まあ、それによってですね、やっぱり向こうの収容所の人たちもですね、まあ、本当はみんな先般20年とか25年かっていうですね刑を受けてですね、いつ日本に帰れるか分かんないっていうことでですね、みんな先が暗くて絶望的になりそうなんですけども、まあそういった人たちをですね、やっぱりお互いに助け合ってって言いますかですね、協力し合ってなんとか前向きに生きていこうっていうのが、まあ、父の根本的な発想でですね、そういった意味ではみんなを呼んで俳句会を作ってですね、そしてまあそれを続けていくと、まあ実際にだから300回までやったっていうのかな、200回とか300回とかで、でそれはそうするとやっぱり参加者はですね、辛い労働してもですね、やっぱり労働の合間に何かこう俳句になるようなネタを探してですね考えるところですね、まあそういったことがあって、辛い労働もまあ一種別な楽しみができるとかですね、そういうことがあって、まあ非常に皆さんの励みになったっていうふうなことじゃないかと思いますが、まあ、俳句会のおかげで皆さん、まあ、明るく前向きに何か辛い状況を死ぬことができたっていうふうな、ね、ことらしいんですよね。今何回続いたって、俳句300回、それはね、父が死んでからね300回の句会が一番開かれたんで、父が生きる間はですね、だって200回の記念の何とかあったことがあったりしますがですね、厳しい現実の中でその現実ばっかり直面されたらもう気分が嫌になっちゃうけど、それを俳句でこう気分を気晴らしすることで、やっぱり辛い現実もいくらか柔らかいったかと思います。だからそんなに200回300回続くんじゃないでしょうか。はい、でまあ父が自分の俳句をですね、自選集ですね、あって、これはどういうわけだか、これもですね、母が嘆願して、あ、自選集が戻ってきたん、戻ってきたんじゃないかと思いますけどですね、うん、まあ父の遺書なんかもですね、皆さん暗記して伝えてくださるとか、あるいはその暗記じゃなくてですね、足にこうくりつけてですね、はい、持って帰られた方もいるんですがですね、ただそれは遺言、遺書の場合ですね、こういった農家が残ってるんですけども、はい、これはだから誰かが
足にくっつけて持ってきたくなくて、はい、向こうにあった収容所にあったのがですね、はい、やっぱり収容所が送り返してないかと思いますけども、まあ、文字が本当に薄れてしまってますけどもですね、やっぱり父があの自分 の、 あの文字で俳句をあの並べてあったとかですね、あるいはもう一つこれもそうかな、向こう の、 あのソ連の、ま、ノートなんですがですね、あそうこれはそうですね、あの自分でね清書してですね、はい、私は時々鉛筆であの訂正したりなんかしてるんですよね、はは添削してるんですね、推敲、これもだから誰が書いたかっていうとやっぱり本人じゃないかと思いましたね。筆跡はやっぱり近いですか。そうですね、はい。父の字らしいですよね。うんうん、他の人がこういったことをするってことは考えないし、向こうのノートはあのソ連のノートですからですね、はい、向こうにいる誰かが、はい、あの書いて、でやっぱり父じゃないかと思いますよね、はい、うん、そういったものが残ってるわけです。だから父の俳句は300いくつかだ、はい、あのアンムルク句集っていうそのままアンムルク会で、うん、あの父がやっぱり作った俳句もあのまとめられています。あの衣装をみんなで手分けして覚えて帰ってくれるじゃないですか、だからそれだけ慕われてたっていうのが、はそれで伝わるんですけど、その捕虜になってた人の、あの家族からとか、あのお世話になってありがとうございましたとかいうのも あるんじゃないですか。もうありますあります。ありますか、あの奥さんがやっぱりうちに訪ねてこられた、ね、奥さんが、あのあるいはその旦那と奥さんが訪ねてこられて、うん、旦那が先に亡くなって、うん、その後も奥さんが、うん、あの何度か訪ねてこられたからですね、うん、手紙を下したとかですね、そういったあのケースはいくつかあります。あ、収容所時代はすごい良くしてもらったんですって言って、お世話になって、そうでしょうね、はい、次の資料拝見します。これがあの俳句の句集なんですけれども、はい、あのまあ、さっきあったのだけですからもう多分同じだと思いますけどもですね、それがここにありますけども、はい、これあの向こうのアムルク会でですね、やっぱり父が死んでから父の俳句をあの日本に伝えたいと、でその時にやっぱりあの文字に書いたものはあのソ連はですね、あの持って帰ることを許さないからですので、はい、一応みんなであの暗記して手分けして暗記してですね、はい、持って帰ろうっていうようなこともあったらしいんですよね。ところがあのここにあのその父のと同じあの父親にいた人に、まあ、あのいろんなあの皇位高官 の、 あの人もいたんですがね、はい、一番有名なのは瀬島雄三さんとかですね、はい、あの参謀本部の人だったんですが、戦時中の、まあ、それとあの同じようにあの坂間君一という陸軍少将がいてですね、まあ、その方もやっぱり一緒に俳句を使ってくださったんですけれども、うん、あのその方がやっぱりあの向こうで持ち帰ることができた、あのつまりあの本当はあの持って帰ってくるのはいけないけれども、あの嘆願したら、うん、あの俳句は持って帰ってもいいっていうことで、うん、あの俳句があの日本に持って帰れたんですけども、うん、まあ、それをあの今度あのきちんと清書してですね、うん、あの暮らしたのがその坂間君一という、うん、あの陸軍少将なんですけどね、うん、まあ、この方はね本当にあの人格的に素晴らしい人でですね、謙虚でですね、あの威張ったこと全然なくて、うん、陸軍少将でありながらですね、うん、何度もうちに訪ねてこられたんですよ、ね、ええ、こんなあのなんていうか素晴らしい人が世にいるかなって思うよ ね、 ね、どういう人なんですか、訪ねてきて、あの前父のこといろいろね、あの話してくださったり、ね、するわけですけどもですね、うん、まあ、このだからこれもだから坂間君一とありますけれども、はあ、あの坂間君一あったかきがあってですね、うん、どうやってのこの句集がまとまれたかっていうかね、うんうん、どうやって自分がこれを選書したかっていうことをね、
書いてありますのでですね、まあ、こういったのと届けてくださったりとかですね、なんですよ。本当に私もあんまり軍事っていうのは好きじゃない方なんですけどね、はいはい、やっぱりこんな人もいるんだなっていうふうなね、視聴者したら今でも懐かしいっていうかですね。でまあ、戦後はだから日本に帰ってきても本当に地味な道を進んでですね、目立たないようなですね、質素な暮らしをつけてらったっていうかね、しかも本人のやっぱり希望で言ってますからね、まあ、その方が本当に立派な字でですね、父の俳句をこういうふうにまとめてくださったっていうので、ありがたいことですね。こう俳句っていうのはこう言葉のスケッチだから、その時の、心象風景をスケッチするわけだから、俳句を通じて、お父様がこの時何を考えてたんだろうなっていうのをこう感じることもできますよね。例えば向こうの生活なんですけども、まあ、不良収容所の中でもですね、勉強会っていうのをですね、みんなしようとしてですね、こっそりやったり、あるいは公にやったりしましてですね、例えばね、その俳句で私が印象的なのは、日焼けしてわずかに残る目の知性っていうですね、はあ、ありますがですね、もう重労働してる、労働の上でですね、労働にあれで夏でもですね、労働が辛くてですね、日焼けするわけですけども、まあ、その中でもですね、やっぱり、人によってはですね、労働に耐えてですね、やっぱり目には知性を残しているっていうふうなんでね、日焼けしてわずかに残る目の知性とかですね、あるいはね、夜学のあれも入ってもらったな。なんかその句はまさに山本旗雄っていう感じの句ですね。俳句もだから、一番やっぱり人々に心を打つというか、皆さんがよく扱ってくださったのはですね、小さきおば、子供と思う軒面らっていうね、俳句があるんですがですね、冬、軒面らがこう、なんていうか、屋根から垂れ下がったけども、まあ、その中でね、小さいのを見つけては、これは子供たちだなっていうふうにですね、ね、あるいはね、だから、この日本に子供を残してきてるっていう人が他にもいっぱいいるわけですもんね。あるいはですね、さえずりは、さえずりはうつつり、こらは幻っていうかですね、つまりなんかこれは、ね、父がやっぱり病気の時に病院についた時の句じゃないかと思うんですがですね、まあ、遠くでなんとなくうとうとした時に、鳥のさえずりが聞こえてくると、それからまたその時にですね、思い浮かぶのは幻に子供たちの姿が幻に浮かぶとかですね、さえずりはうつつり、これは幻にとかですね、あら、最後でも病床に東大に受かった、合格したっていうのを伝えたかったですね、届いてるかどうかは分からないですけど、はあ、じゃあそういう、これは何ですか、これは、ノート、コピー、あ、これはだからやっぱり父が残したもの、書いたものをですね、こっちは新聞か、まあ、ここにやっぱり父のノートのコピーがありましてですね、向こうでもいろいろな文章を書いてるんですがですね、孔子っていうのは、いわゆる儒教の孔子ですね、孔子、この人を見よっていうかですね、まあ、そういった文章があってですね、まあね、父はそういった東洋文化に関心があって造形が変わったのですね、まあ、そういった父が書いた文章はですね、これも向こうのノートが届いてですね、まあ、これどういうわけか、これはコピーだけになってますけどですね、ありますが、でここから先はですね、
山本旗雄の、衣装、まあ、衣装なんですがですね、あのこれはあの父の衣装だから、いろんな形でですね、父はあのもう病気が進んでですね、なかなか命が危ないって時にですね、あの父のあの友人といいますか、同僚っていうか、あるいは満天堂の先輩の佐藤武雄さんという人がいるんですがですね、まあ、この方はあの父と満天時代から非常に親しくしてたんですけれども、まあ、たまたま同じカパドスの修行所にいてですね、そしてあの父の病気がどんどん進んでですね、これは危ないって時にですね、あの、まあ、瀬島隆三って人は当時そこあのやっぱり修行所のですね、まあ、一種あのボスといいますか、あの中心人物だったんですけども、その人がですね、あの父の病床を見張ったらですね、非常にあのもう病勢が進んでですね、これ危ないっていうん でその瀬島隆三さんがその父の先輩の上司の佐藤武雄さんにですね、やっぱりあの山本旗雄に家族に遺言を書かせないかって言われてですね、それで佐藤武雄さんはあのやっぱりあの父の病床を訪ねてですね、そしてあの非常に言いにくいけれども、毎日のことを考えて家族に対するあの遺言を書いてくれっていうふうに、まあ、頼んだんですよね。でこれは非常につらいことでですね、つまり遺言をあの頼むってことはですね、もうすぐお前は死ぬだぞっていうふうなことになります、なりかねないからですね。ただまあ遺言を起こしてですね、あのまあそのそのことを父に伝えたらですね、父は病床でもうあのもう喉をやられて声が出ないんですけども、まあ、あの筆記帳にですね、明日って書いたんですよね、漢字でね。で佐藤さんが明日その翌日ですね、あの辛い労働を終えてから夕方父のところに行ったらですね、父がびっしりとですね、あの400ノート10枚ぐらいのですね、なんかね、まあ、400字ぐらいなあの遺言をですね書いたんですよね。でそれがここにありましたですね、これはねあの本当ですから、あの遺言はあの父の仲間の人がですね、実際に無理の書いた形で持ち帰ることはできないからっていうんで、あのみんなで暗記して伝えてくださったんですが、でその中の一人の方はですね、あのさっきもちょっと言いましたけれども、あのこのノートをですね、あの太ももにくくりつけてですね、そしてまあ向こうの目をかいくぐって無事日本に伝えてくださったんですよね。でその時にあの父のずっと、ま、同じような事態ですね、しかもまああの医療のあの変え方もですね、あの全く同じような形で、まあ、父の衣装をコピーしてくださってですね、写してくださってですね、それをまあ足にくじ伏せて、あのそのまま日本に持って帰ったっていうのがこのノートなんですよね。ですからここからはね、ずっとありますね、ここまでですね。瀬崎さんって方があのここに書いてますですね、うん、向こうのソ連のノートを。で、まあ、このノート自体はあの一応あのうちにあったんですけどね、母がやっぱりこれは貴重なことだったんで、瀬崎さんにあの送り返したんですよね。それでだから佐々木家にこのあのノートありますけども、これは写しがこれなんです。まあそういったものから、うんうん、じゃあこうあのかみんなが暗記しての残してた以外にもこう文章も現物も残ってるんですね、それでそれなんですけど、この NHK のやつで、その辺見潤さんのやつ、これいつかな、2002年だから20年前か、辺見潤さんの、戦場から届いた遺書っていうやつが NHK の人間講座で特集されたことがあるんですね。辺見さんって方もですね、うん、あの本当にあの父のことをですね、あの熱心に調べてくださってですね、角川の娘さん、そう角川源氏 の、うん、あの娘さんですね、う
でこの方はあの太平洋戦争時代の、はい、あの日本人の男性 の、はい、あの生き方に対して非常に、はい、あの大きな関心を持ち続けてくださった方で、あの戦艦大和っていうですね、はい、あのまあ、ルポルタージュドキュメンタリーの本を書いてですね、はい、まあ、それが非常に有名になってですね、映画にもなりましたけどですね、うん、その後あのたまたまその大和旗の存在を知ってですね、あの、まあ、それもですね、まあ、何度も私もあちこちに書いてますけども、あのこの辺見さんがですね、昭和の遺書というですね、あの企画をしてですね、そして角川書店と読売新聞と共催で日本全国からですね、あの遺書を募って集めたんですよね。でそれをまあ300何通の遺書をですね、まとめて昭和の遺書という大きな本になってますがですね、まあ、その時にあの母も昭和の遺書っていうんで、そこに応募しようかと思ったんですけどね、ただその昭和の遺書っていう本 の、 あの条件はですね、未発表のものに限るっていうふうな、ね、ことがあったんですよね。それで母はあのやっぱり父の遺書もですね、本当はあの世に発表したいけれども未発表じゃないからってんでね、ためらってたんですよ、ね、なこれに書いてましたけど、新聞かなんかに出て、すでに発表してたんですよね。そうです、うんうんうん、で父の遺書はですね、つまりすでに新聞にね、うん、一部が、うん、発表されてたんですね、うん、未発表じゃないんで、うん、控えてたんですね、はい、ところが、まあ、父の収容所時代の、ね、方がですね、これは絶対ね応募しなさいって言うんでですね、うん、で母も締め切りギリギリの時にですね、まあ、角川書店に送ったんですよね。ところがその書店 の、 その下請けの社員はですね、やっぱこれ未発表に機械的に未発表じゃありませんかっていうふうに考えたんで、それもボツしたんですよね。ところがまあ辺見さんはですね、まあ、一生懸命多くの遺書を読んでですね、でやっぱり漏れがあっちゃ困るからって言うんでですね、未発表ってしてボツになった箱もですね調べられたんですよね。そしたら父の遺書にぶつかってですね、そしてこれはやっぱりすごいって言うんで、それから母の元を訪ねてくださって、そして父のことをいろいろ聞いているうちに、ぜひこの父に関する特に遺書のことですね、本にしたいって言うんで、一生懸命努力してですね、日本全国を回って父を知っている人を訪ねては資料を集めてですね、そしてまあ本を書いたんですが、ラーゲルから来た遺書っていうですね、本で、これ非常によくできた本でですね、その年 の、 大谷総一ノンフィクション賞っていうのをねもらったりしましてですね、何回もドラマとかになってるんですね、でそれがやっぱり感動的なんで、いろいろテレビドラマになったり、映画になったり、あるいはその芝居になったりですね、してましたよね。でまあ、その一環として、恵美さんがこの NHK の中でもですね、はい、このここからね、記憶で届けられた遺書っていう、はいはい、遺書っていうのであって、いろいろまとめて書いてくださってますよね、うんうん、写真とかですね。まあそういう戦がありましたけども、それでまあこの本はやっぱり読んだ人の心を打つもので、特にテレビ局なんかはですね、なんていうかな、値段に困った時にはですねこの本をあれして何回かですね、うん、驚きもろけ20世紀とか、うん、知ってるつもりとかですね、うん、そういったドキュメンタリーの番組ですね、辺見さんの本を接してですね、うん、そうするとプロデューサーの人がですね、うん、番組にするってことは何度もありましてですね、うん、で今度相当映画関係でもですね、うん、TBS の映画部の人かな、うん、やっぱりそこの人が
その人はやっぱりお父さんが惚れられた人なんですかね、うん、どうしてもこれを映画にしたいっていうんで、映画化 の企画をですね、2、3年前に立ててですね、うん、それはまあ、完成してですね、うん、昨年の暮れから、上映されてですね、うん、非常に大きな反響を得たみたいですよね、うん、二宮さんという人が、うん、主人公になってですね、うんまあ、ですから父はまあ虚しく死んだけどもですね、うん、やっぱり父の生きてる間のいろんな行動がですね、うん、言動がやっぱり人々の心を打つって言いますかですね、うん、そういったことがあって、まあ今でもこうやっていろんな人に取り上げていただくのはありがたいことだと思ってますね。まあ、映画はよくできた映画なんですけども、ただ映画のために随分効果を狙ってですね、うん、いろんなことをですね、事実とは違うことをですね、うん、やっぱり映画で取り入れたりしてですね、うん、私としてはちょっとこう首をひねることありますけども、うん、私まあ大きな目で見るとですね、うん、映画のおかげでやっぱりシベリア抑留っていうその悲劇なことが戦後も通じたってことがですね、うん、皆さんにまあ知っていただいてですね、うん、ありがたいことだと思っています、うん、いやフィクションの中で一番フィクションはもじみさんが北川景子みたいなあんなに綺麗な人たのあれが一番フィクションそうですよね、はい、どうでしょう、資料はこれぐらいでよろしいですか。はい、というわけで前回この寒い国のラーゲリで父は死んだ、父山本旗子の残した言葉を、抱きしめて山本健一で、バジリコ出版の本を紹介するというのが目的が前回で、それで資料をもっと見てみたいというので今日はこれゆっくり見ながらお話を伺ったということで、どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。